どうもくみちゃんです。久々の横長動画です。今日はね、皆さんにお見せしたいものがあって、過去の私の集大をね、いや本当にびっくりしちゃって、自分に。私高校時代から毎日 LINE してる友達がいるんですけど、その子にね、もう日々のあれこれを送ってまして、この間ちょうどその子の LINE の画像欄を振り返ってたのよ。なぜかしたら、私が大学時代から社会人1年目の頃のあらゆるスクショが出てきまして、まあなんかあるごとにね、その子にスクショを送って愚痴ってたりしたわけよ。でその過去の私がまあひっでやつでさ、今ね、こんないろいろ語ってる私でも 3,4 年前はこんなモンスターだったんだよっていうのを今日はお見せしつつ、所感を語ろうかなと思ってます。携帯で撮ってるからパソコンで見るんだけど、ででん、元彼とのやりとりですね。元彼のインスタにバイト先のね JK からご飯ごちそうさまですって来てて、でこのスクショを彼氏の LINE に貼って送った私の一言がこちら。は？あれてーのか、ご飯ってなんだ、ご飯って松代まで怖すぞ、怖い、怖すぎ、こんなこと彼氏に送ってたの私、もうびっくり。まあ、結局このご飯っていうのは、そのバイト先のみんなとね、ご飯に行った時に、その元彼が結構年上だったからさ、その時にお金を出したみたいな話で、いかがわしいことは何もなかったんですけど、この頃私一切余裕ないですからね、そういうところ。こんなに真っ向からブチギレライン送ってたとは。続いて同じく元彼とのやり取りですね。とにかくね、元彼は人望があったんで、後輩とかからご飯に連れてってくださいみたいな誘いがすごい多かったのよね。多分これもその話ですね。まあ、本当に行くことになったら言うねと。え、本当に誘われたの？ご飯連れてってほしいですって何？言ったとしても別にそれ実現する必要なくない？いや普通にその話になっただけ。は？誘う方も誘う方だし、行く方も行く方で自重したら。怖いんだけど、この時点で。やめて怒んないで、高校生が言う単なるコビじゃん。その通りなのよ。そのコビをちゃんとスルーできる大人じゃないじゃん。丸々。本当に行くじゃん。だから丸々の壁はガバガバだって言ってんだよ。もうな、哀れな。普通にさ、嫉妬してますって、心配だから行ってほしくないなとかさ、私も一緒に行っていいとか言えばいいのに、もうそれを認める素直さも強さもないがゆえに、こんなね、不機嫌かつ怒り口調で相手を威圧することしかできない、もう哀れ。当時の私はもうこんなんが日常茶飯事だったわけですよ。で続いて、これは彼氏じゃなくて当時の会社の上司に送った文面で、本当にびっくらこいたんだけど、自分の人間性に。私がね、仕事がしんどくてちょっと職種を変えるなり、何かしらどうにかしたいですみたいな相談をね、送ったのよ、その上司に。でその返事が、そうか、嫌いなことやるのって辛いよね、とりあえず明日ズームするかと。ありがたいですね。でそれに対する返事がよ、そういう感じなんですね、一番怖いです、震えて寝ます。はぁ、舐めてんの？バカなの？部下のね、甘えた相談に乗ってくださってるだけありがたい場面で、そういう感じなんですね、一番怖いです。私ね、実は訳あって喧嘩越しの DM が来たことがあって、それにね、私がそれなりに弁解みたいな返信をしたら、そういう感じなんですね、もっとこういう感じかと思いましたみたいな返事が来たことがあって、その時に、そういう感じなんですねってなんやねんと。なんか勝手に期待されてた返事とは違ったのかもしれないけど、なんかもうきっとこちら側のこととか視野に入ってない人なんだろうなってその時思ったのよ。まさかね、同じことを自分が言ってたとは、本当にびっくりしました。これらを見て、あ、私って自分のことしか考えてなかったんだなって、今考えたら信じられないんだけどさ。でもね、逆にここまで考え方が変わりますよっていうお話をしたくて、私は本当22歳で生まれたと思ってるからさ、もうそれ以前はもうモンスターだったのよ。こんなんだったから振られるわけなんだけど、本当にね、彼氏に強く出るタイプのメンヘラの共通点かもしれないけど、マッチって自分視点しかないのよ。相手の気持ちとか相手の立場とか全然考えられてないし、感謝がないのよ、マジで。どれだけ自分が気分よく過ごせるかしか考えてなくて、自分の気持ちを害すことがあれば、周りの人とか環境とか外部のものを咎めて、しかも周りの人が自分のために動いてくれた時には感謝すらない、もう終わりです。でもそれだけ自分に余裕がないの。自分で自分の未来を作るとか、そのために行動を起こすとか、気分をコントロールするっていう発想から抜け落ちてるから、自分の幸せをそのまんま人任せにして、その人が期待通りにやってくれないと怒って、自分を見つめ直すこと、反省することは怖くてできないほどに弱い。だから自分のことは棚に上げて、どうにかしてくれない、周りが悪いみたいに考えてるわけですね。こんな感じでね、当時の元彼に振られて発狂した後の友達に対する相談ラインっていうのをちょこちょこ残ってたんだけど、自分に目が行ってなくて、彼がこういう風に言ってたんだけど、これってどういう意味かなとか、こんなことしてくれたんだけど、そういう時の彼の心理ってとか、もう少しでも復縁の可能性がどっかに落っこちてないか、彼の観察に必死で、彼の行動分析ばっかり、自分の行動分析をしなさいって相談でもね、たまに言われます。なんかいろいろね、情報を出した後で、彼はどんな風に思ってるんでしょうかみたいな、こういう風にする男性の心理って何でしょうかみたいな、わからんわからん、エスパーじゃないからわからないんだけど、その推測しかできない、それは。でもね、それでなんか
あ、脈ありかもねとか言う人もいると思うのよ。なんかそう恋愛相談系の人って、でもそれでさ、あ、脈ありなんだよかったって言って自分のこと何も変えれなかったら全然意味がないし、彼がどう思ってようと何をしてくれようと、まあ、嬉しい時は喜べばいいし何でもいいんだけど、それをね、なんかどういう意味かな、彼はどういうふうに思ってるのかなとかやってる暇があったらね、自分を見ようね、自分をって、彼のことばっか見てないで自分を見ようねっていうってね、もう本当過去の私にも言ってやりたいなって本当思いました。自分も本当にこんなだったんだなって、同じ道をね辿ってきたんだなって改めて思いました。まあその数ヶ月後にね、いい加減気づいて自分というものを視野に入れるようになるんだけれども、この自分を客観視できるかどうかっていうので人間性大きく変わります。自分を客観視するっていうのは時にはね、相手の立場になるっていうことでもありますから、この動画を見てくださってる方とか復縁を目指してるっていう方もね、ぜひそのあたりを忘れずに過ごしてみてほしいなと思います。そんなわけでね、本日は過去の私に学ぶモラハラメンヘラの特徴でございました。今後も何かしらちょっと長めに話そうかなって思うようなことがあったら横長動画出していこうかなと思います。何か質問とかね、リクエストとかございましたらコメント欄までお待ちしております。ではありがとうございました。おやすみん。久々にやったの、おやすみんっていうね挨拶。